はい、鳥海山機能おもちゃ館の佐藤です。本日ご紹介するものはこちらになります。こちらはおもちゃではないんですけども、レイキモッキと呼ばれる、見ての通りの小さなお家になります。これは、地元の木工職人さんが、作ってくださったその、小さなお家ですけども、これ館内に今、2つ、ございます。寄贈していただいたんですけども、この中に入って、他のおもちゃと組み合わせて、おままごとをしたりだとか、中に入って写真撮ったりだとか、そういった、遊び方ができるものになってます。で、私今立ってますけど、立ってる時のサイズ感で分かるかと思うんですけど、結構しっかりした大きさになってます。なので、こちらも、大人も入れますけども、お子さんはもちろん入って小さい空間で遊ぶっていうのをお子さん好きかなと思いますので、はい、ぜひそういった時に使ってもらえればと思います。で、これは、地元の方が作ってくれたのはもちろんなんですけど、地元の木材杉を使ってます。で、この屋根がこうなんていうんですかね、段差でついてますし、壁の方もありますけども、これ全てこの色が2色になってますけど、例えばここの屋根でいきますと、この赤っぽくなっているところが丸太の木の中央部分ですね。芯材と呼ばれるところで、この白いところがその木の外側の偏材と呼ばれるところで、その、色がちょうど切り替わるところ、それが混ざったものを使っているのが、これ原平材と呼ばれるものを使っています。なので、これは色を塗ったわけではなくて、その木のそもそものその色を使ってますので、こういった綺麗なグラデーションになっているというものになります。で、一人だとちょっと重いですけども、二人で持つと運べるぐらいの、杉ですので、そこまで木の中でも重くはないので、運べるものにもなってます。で、これ実際にちょっと入ってみたいと思いますけど大人なので、すぐには入れないですけども、ちょっと体をひねれば入れる大きさになってます。で、中に入ると高さがある程度ありますので、大人が立つことは難しいですけども、小さいお子さんだったら立っても問題ないかなと思います。ここで、ちょっと軽にちょっと回してみたいと思いますけども、よいしょ、わかりますかね。この入り口以外の、3面横、向かい、また横って感じで、ここ窓に見立てたところ、これはアクリルで割れる心配もないですけども、こういったところが抜けるようになってますので、例えばこの中に入って、こう中に入っているところを外から写真撮るだとか、そういったこともできるかと思いますし、あとは館内で元の体育館、森の遊び場というところにも一つ置いてるんですけども、そこからはこの窓越しで外の由利高原鉄道小箱号が見えるような配置にもしてますので、そういったところも写真とかたくさん撮っていただければと思います。この単品でもただ入るだけでも楽しいですけども、その近くのおもちゃと組み合わせて一緒に遊んでいただければと思います。で、このレイキモッキというものは、フィンランドでよく作られているものだそうで、意味としては、レイキという意味が、おもちゃという意味で、モッキが、お家別荘みたいな意味だそうです。なので、それを組み合わせて、おもちゃの家みたいなイメージになります。で、フィンランドでは日曜大工とかでお父さんとかが娘さんのためによく作ってくださるそうなんですけども、今回こちらに入っているものはこの形ですけども、フィンランドの方では本当たくさんの、種類それぞれの形がありますので、真四角だったりいろいろ形あるんですけども、ここであるのはもう八角形になっているものになります。ぜひ、大人も一緒に入ってもらって写真を撮ったり他のおもちゃと組み合わせて遊んだり皆さんで遊んで楽しんでいただければと思います。はい、こちらはレイキモッキです。ぜひ皆さん遊んでみてください。鳥海山機能おもちゃ館は
本庄インターチェンジを降りて車で10分の距離にあります。行き方は本庄インターチェンジを降りて左折し、万願寺の信号を右折、そこから次の信号がある玉の池交差点を左折し、1キロほど進むと鳥海山木のおもちゃ館の看板が見えてきますので、そこを右折してください。道内に進むと建物が見えてきますので、踏切を越えてすぐ右折した先の駐車場に車を止めていただきます。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。